はい、どうも、リハビリアタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、発症4週未満の急性腰痛に分類される腰椎圧迫骨折とよるぎっくり腰についてですね、リハビリとケアの視点から解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。まずは、腰椎圧迫骨折、椎体圧迫骨折とも呼ばれるんですが、これは例えば転倒したりですとか尻もちをこうついてしまうことで外から大きな力が加わったということ、あるいは重いものをこう急に持ち上げたりしたということで背骨が潰れてしまったりひびが入ってしまったり、まさにこのスライドのような状態になってしまっていると言えます。で、一般的には耐え難いほどの激痛が現れるんですが、発生の初期には痛みを伴わないというケースもあります。なので何もしていないうちに知らないうちに骨折をしているというケースも実際あります。また座っていたりですとか立っていたりするよりも寝ている状態から起き上がる際に痛みが強いというのもこの腰椎圧迫骨折の特徴になります。で、発症の大半が65歳以上のいわゆる高齢者と呼ばれる方になりまして、中でも骨粗鬆症であったり骨密度の低下が著しい閉経後の女性のリスクはですね、男性の2から3倍高いというふうに言われています。で、治療する際はまずは骨の形成を促したり骨吸収を抑える薬を用いるこう薬物療法を行いながら、最初の2から6週目程度までは患部の安静が不可欠になりますので、まずは体幹ギプスでこうしっかり固定して運動を控えるということをします。その後、構成コルセットをだいたい3ヶ月をですね目安にこう使用していただいて、活動量を調整しながら筋力強化、特に背中、脊柱起立筋の筋力強化を図るということがポイントになってきます。で、加えて骨粗鬆症を伴うということが多いので、薬をしっかり服用することですとか、カルシウムを含む食事をしっかり摂取することですとか、その吸収を助けてビタミン D をしっかり摂取することなんかでも、これも生活指導の中に入ってきます。で、骨折後やはり腰がいわゆる丸まってしまったり延廃というふうに言うんですが、こういうことになりやすいです。で、こうなってしまうと例えば心肺機能も低下してしまうし、逆流性食道炎にもつながってしまいますので、やはり正しい姿勢を保ったり骨折を繰り返さないということが大事なポイントになってきますので、あとこっち の圧迫骨折は両方比較的良好ですので、ぜひこのあたりもですね参考にしていただければ幸いです。で、次にぎっくり腰について解説をさせていただくんですが、このぎっくり腰、いわゆる通称ですね、正式には急性腰痛症というのが正しい言い方になります。例えば物を持ち上げたりですとか中腰になったり、過度にこう腰をねじったり、あるいは場合によってはくしゃみをしたりですとか前かがみの姿勢を取るなんていう動作を行った際に激痛が生じてしまって体がこう伸ばせなくなってしまったり、腰周りの動きが制限されるなんていうことが現れてきます。で、これは腰の周りの筋肉ですとか靭帯ですとか関節、軟骨にやはり過度な負担がかかってしまったことが主な原因だというふうに言われています。あと、このぎっくり腰はやはり画像検査を行っても明らかな異常が認められないということも実際よくあります。一般的には年齢が重ねるほど加齢に伴って生じやすいというふうに言われてはいるんですが、若い方でもそうですし、例えばプロのアスリートでも生じてしまうということがあります。で、これ対応としてはまずとりあえず安静というふうにしがちなんですが、むしろ安静は回復を遅らせてしまうという側面がありますので、安静はやはり最小限にとどめていただいて、むしろ早期から活動性を戻すということをお勧めさせていただきます。特に猫背なんかで骨盤が後傾してしまうと、これが不良姿勢を招いてしまいますので、骨盤をしっかり起こすと立たせるということを意識していただいて、それに関連するですね腸骨筋ですとか大腿筋膜張筋というところがこう過度に緊張してますので、その緊張を緩める対策というのが有効になってきます。あと座りすぎなんかのこう同じ姿勢を取り続けるなんてことはやはり誘発要因になりますので、こまめに姿勢を変えるなんてことも有効な対策になってきます。で、このぎっくり腰は腰痛の中でも比較的治りやすくて予後がいいというのがあるんですが、だからこそ再発を繰り返してしまってということもありますので、やはり
ぜひこの辺りも注意しながら参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。